こんにちは、たい平です。6月7日になります。今日は本当にね、いいお天気で、こんないいお天気の日に、やりたい作業がありまして、それは何かと言いますと、ごまの種おろしをしたいと思います。ごまの種おろし、まあ種まきですね、はいろいろなやり方ができまして、苗床を作って後で定植をするというやり方や、畝の上に筋状になるように、種を下ろして育てるというやり方で、今日私がしたいなというふうに思っている、やり方は、畝全体にばらまきをして育てるというやり方を、まあ、したいなというふうに思っております。今日はね、こちらの畝を使って、まあ、作業をしたいなというふうに思いますが、見てもらって分かる通り、大根の種がね、たくさんできています。皆さんに、まあ、見ていただく前に、ちょっとね、今からこれを片付けたいなというふうには思います。それでは、よろしくお願いします。ごまの種まき、種おろしをね、していこうと思いますが、こちらの畝のところに実際まこうと思っています。先ほどは大根の種がね、ずらーっと並んでたので、ちょっと見にくかったと思いますが、今はもう見やすくなってるかと思います。畝の幅は 1.2 メーターで、長さはこの畝の半分までを使おうと思ってて 4.5 メーターあります。その 1.2 メーターかける4.5 メーターの中のところに、全面ばらまきというやり方で種おろしをしていきます。では、今草がまだね、背の高いのが生えてますので、地面からだいたい20センチぐらいのところで、全部ざーっと粗刈りをしていきたいと思います。畝の上の草をざっと刈りました。で、いよいよごまの種をまいていきます。で、このごまの種、米粒よりもちっちゃいです。で、なかなかこの畝の面積に対してごまの量っていうのは、私は計算もしたこともなくて、どれぐらいまけばいいのかっていうのはいつも感覚でまいています。まき終わって芽が出てきて、どれぐらい負けたのかっていうのがいつも分かるんですが、大体の理想で言うと 4,5 センチぐらいの間隔で負けたらベストかなというふうに思っています。まあ、私はちょっと心配性なので、なんかね、 4,5 センチになるように巻いても 2,3 センチぐらいになって密になることも多くありますが、まあ多くなっても間引けば全然大丈夫ですので、まあ間隔で、ざっとの感覚で巻いていきたいと思います。はい、今ね、ごまを少しずつ、一気にいっぺんに巻こうとしないで少しずつ巻いています。2週3週するぐらいの間隔で
巻いていくとだいたいね均等に巻けますので、そういう感じにしています。ちょっとね私今ちゃんとこの巻いてる感じがカメラで撮れてるか分かりませんが見えなかったら想像で、見てください。ごまを少量手の中に入れてでちょっとねこう手の中をちょっと空洞というか空間を作るような感じでごまをね中で振って遊ぶような感じにしてあげます。で少しね指の間を開けてあげてで少しずつごまが落ちていくような感じで落としていきます。ごまの種を巻き終わりました。で巻き終わったら畝全体の草をノコギリ鎌で草刈りをしていきます。でこのね草刈りをすることによって全体にばらまいたごまの種がちゃんとねの上に乗っかってで少しね土の中に入ったりしてちゃんと覆土された感じになるので発芽がしやすくなります。ちょっとね強い宿根草があったらちょっとノコギリ鎌の先を土の中に入れて、その、根っこはちゃんと取り除いていきます。そうですね、あとその最初にこの天気がいい時にやりたかったことがありますって言いましたけどごまの種をまく時は天気がいい時を必ず選んで、まいています。それは何でかっていうと今みたいに草のあるところにごまの種をばらまきます。で雨というか草とかが濡れていたらごまの種がねピタッとひっついて土の上にしっかりね落ちてくれないんでしっかり乾燥した時まあすごく天気がいい時のまあ朝とか夕方ではなくて朝露夜露がありますので、日中昼間が一番いいかなというふうに思います。ちょっとこの時期は気温も高くて、作業するのもえらいですけど休み休みしながら作業をしていったらいいかなというふうに思います。あ、そうそう、もう一つ、この作業をするときは必ず畝の上にどっかっと乗っかってしっかりね草を刈った後のところを踏んで土を固めていきます。普段はね溝のところに立って作業をしますがそれは何でかっていうとあんまりね畝の上を普段から立つようにしていくと畝の上の土が固く締まってしまって作物が育つのに阻害してしまうことになるのでそれはねあんまりしないんですがこのね種おろしの時だけはねしっかりと種おろししたごまのごまをちゃんと土となじむようにしっかりとね鎮圧する意味も兼ねて畝の上に乗っかって作業しています。あと理想は巻いた後に雨が降るっていうのがね
本当にね理想の形なんですが、なかなかそうはうまくいかないですね。あと 2,3 日は雨の予報はないです。よいしょ。それでも夜露、朝露もあったり、またね土の中から湿りが上がってきますので、その雨が降る間にも種はね動き出してくれると思います。なのでまあ冠水はしないでも大丈夫かなというふうな感じもしますね。ちょっと乾き気味ですけど、草刈りと最後に踏み固めてきましたけど、それはモグラのね通った穴が結構ありました。でそれを踏み潰すっていう意味と、やっぱりね最後しっかり土のところにゴマの種を、なじませるというか踏み固めてあげることによって乾燥しにくくなるっていうのもあります。そういうことをまあ兼ねて踏み踏み土の上をしてきました。最後に少しね草の量が少ないかなという感じがしますので、こういうねちょっと 細長い葉っぱの広い草ではなくて細いね草を選んで、細かく切って上の方に、かけて、作業は終わりたいというふうに思います。まあ最後になりますが、この後の作業といいますか芽が出てきて順調にいけば、まあ、5センチ間隔ぐらいで 4,5 センチ間隔ぐらいで芽が出てきます。で成長に応じて葉っぱ同士が触れ合うような感じになったら、いいのを選んで少し間引いてあげる。でそういうふうなことを繰り返して最終的に15センチから20センチぐらいのゴマの間隔になるような感じで、育てていけたらいいかなというふうに思います。またね最後まで順調に育ったら収穫するところ、最後の調整するところなども、動画に収めていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。何かねこの動画を見て、ご意見やご感想などありましたら、お気軽に下のコメント欄の方に書き込みしてくれたらありがたいです。あとチャンネル登録まだお済みでない方、今後の動画制作の本当ね励みになりますので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でまた会いましょう。